ました。モンスターション TV。 元気があれば何でもできる、元気があればウルージになれる、そんなあなたはインガサラシということでやっていきましょう。今回はですけども、皆さんが楽しみにしておりましたコメ編企画でございますよ。結構コメントでもいただいておりましたけども、やっとこさコメ編企画やっていきたいなと思います。今回はですけども、先日僕が出した動画、ゾロ死亡説、ゾロが死ぬ伏線が明らかに、ワノ国編で麦わらの一味離脱、脱退も噂されていたゾロの運命は死だったという動画から、コメントをピックアップしていきたいなと思います。ちなみにでございますけども、ここでまさかの時事ネタでございます。最近ですけども、テレビで話題になってるじゃないですか、ある芸人さんがお酒に酔った勢いでちょっといろいろとやらかしちゃったみたいなね、 SNS で配信をした時にうわーっていろんなことを言っちゃったことで問題になっちゃったっていう、あれね。もともと僕も昔はね、お酒を飲んでたりして、そしてお酒を飲んだら僕はね、何かとやらかしていたんですよ。だからこそ僕思うに、酒飲んだら飲まれるっていう人は飲んじゃダメだと思うんですよ。なので僕はお酒やめたんですよ僕飲まれちゃうんでね。だからこそもう何年も一切お酒飲んでないんですけども、これが一番大事。お酒って結局飲んだらテンション上がっちゃって、それこそいろんなことやらかしちゃうんですよ。なぜお酒を飲んだら運転しちゃダメなのか、正しい判断ができないからとか、やはりちょっとねぶっ飛んでしまうからこそ事故を起こしたりとか、いろんなことやっちゃうわけでございますよ。だからこそ法律でもそんなのダメですよって決まってるわけじゃないですか。それ同様に、これが対人関係でも、誰かと会ってる時でも起きちゃうんだよね。やはりお酒飲んでる時の方が喧嘩起きやすいしね。それは一つとして、お酒を飲んでる時 SNS は触るな、これ今回一番みんなに言いたいところでございます。結構モンスターズジョン TV を見てくれてる仲間たちっていうのは、まだお酒を飲んじゃダメですよっていう年齢の方も多いと思うんですけども、その中でももう飲んで大丈夫ですよっていう方たちのために、今回はこれ結構言いたいんですけども、マジでね、お酒飲んでからの SNS はやばいです。僕もね、お酒飲んでる時にツイッターでもやりたい放題ね、こう書いたりすることもあったんだけども、やっぱ場合によってはね、ほんと取り返しのつかないようなことに全然なるんですよ。それこそ最近で言えばバカッターとかってのが思いっきり出てるわけじゃないですか。お酒の勢いでよいしょってやったものが一気に広がってしまう、大事件になってしまうみたいなね、全然あるんでね、お酒を飲んだら SNS を触らない、運転しないも同様、そして SNS もそれと同様に触っちゃダメっていうね。お酒を飲む組はみんなこれマジで注意してね。とにかくお酒のパワーってすごいからね。そもそも SNS、 Twitter 1個するのって、例えばフォロワーが300人いた場合、この300人の前で自分がスピーチをしてるっていう感覚を持たないとダメなんですよ。要するに300人の前で変なことを言ったら、あ、この人なんかちょっとぶっ飛んでるんだなっていうのが、300人のうちの100人でも200人でも思い始めるわけでございますよ。それが SNS でございます。SNS とは誰かの前でスピーチをすることであるわけであって、まさかお酒を飲んで人前でスピーチするなんてありえないじゃないですか。そういった感覚を持てば問題っていうのはね、全然なくなっていくと思うんで、お酒を飲んでも飲まれるな。そしてお酒を飲んだら SNS はやるなっていうね、これマジで大事なんでね、みんなにご報告でございます。そもそも僕はお酒を飲むことに関してね、お母さんにね、絶対飲むなとね、もう強く言われていて、まあ一時期飲んでいたんだけども、それをやめたことによってお母さんとめっちゃ仲良くなってね、今もうね、お酒を飲んだらお母さんに絶対にね、悲しい思いをさせてしまうんで、僕は何があってもお酒は飲まないです。というかね、お酒はそもそも好きじゃないんで、もう今後も絶対に飲まないんですけども、一番の理想は、これからお酒を飲めるっていう年になる人はお酒はね、やらない方がいいです。健康的にもね、それが一番ですからね。だけどお酒を飲めるよっていう人たちは、あまり飲みすぎないように、そして飲んでからの SNS マジでご注意を。ということで本題に入っていきましょう。今回のゾロ死亡説からのコメントでございますけども、一発目に超有名人がコメントをくれました。ソウルキングからのコメントでございますよ。ロロノアゾロ死亡説、バカバカしい、世界に伝えてくれだぜ、海賊ロロノアゾロは生きている、わあ来たよこれですよ。そうなんですよ、ゾロはねまだ生きておりますよ、まだいや本当にね、これに関しては
怖い。マジで怖いです。だけど、思うにゾロは仮に一回死んだとしても、そのまま完全に死んでしまうってことは俺ないと思うんですよ。もしくは仮死状態にまでは行くかもしれないですけども、そこから間違いなくマルコだったりとかに助けてもらうと思うんですよ。さすがにだってゾロが死んでしまって今後も出てこないなんて展開はあっちゃダメだと思うんですよ。なので、僕は最終的にはゾロは生きているっていう考えです。だからこそ最終的にこのソウルキングさんの意見に僕は 100% 賛成でございます。チェキュラー！謎に最後アップで締めていく感じでございますけども、続いてのコメントでございます。続いてはアポロさんからのコメントでございます。これまたゾロにまつわるお話でございますけども、ゾロの未来の姿に関しては、小田さんのコメントよりも片目が塞がれたままなことが気になったそうなんですよね。今回のゾロが死んでしまうかもしれないっていうのは SBS から話は来てるんですけども、その時に描かれていた未来のゾロっていうのは目が塞がれていた状態なんですよね。ここから僕思ったのは、要するにもう完全にゾロの目が潰れてるではなくて、やはりこの目っていうのはいつでも開けれると思うんですよ。言うのであればザラキケンパチパターンだと思うんですけども、修行の一環として僕は今目を閉じていると思うんですよ。そしてゾロの性格を考えれば、何か大事な時にフルパワーを出す時に目は開ける。だけどもそれ以外は修行をするために目を閉じているって僕は考えるんですよ。でゾロの性格的にはもう常に修行をしているような方でございますから、それが何年後かでも同じように目を閉じていて常に修行をしているのではないかと思うんですよね。やはりゾロさんのね、目が潰れてしまったとなればね、ミホークね、先生としてダメなんですよ。普通に考えたらね、生徒の目を潰してしまったらさすがに先生失格になると思うんで、そんな話はないと思います。やはりレイリーさんも目に傷はあるけども目は開くように、ゾロもそのパターンなんじゃないかと僕は思います。続いてのコメント行きましょう。続いては野獣と化したサラーさんからのコメントでございます。お前アイコンも名前もやめろ本当に。モンスターズジョン TV のいいところは、おー、何でもかんでも本の内容を紹介するのではなくて、購入を促すような紹介をしてワンピースに貢献しているとこ、本当にありがとうございます。いや、やっぱね、ワンピースに対しての思いっていうのは、まあ、常に言ってますけど、本当に僕ワンピース大好きなんですよ。そして僕の考えとしては、ワンピースにできるだけ貢献をしたいなと、やはり常に恩返しの気持ちだと思うんですよ。僕が小学校からね、そして今に至るまでなんですけども、ワンピースにどれだけのワクワクを与えていただいたのか、本当にね、ワンピースってのは僕大好きな作品なんですよ。そして同時にジャンプに対しても僕はそういう思いを持っているんですよ。だからこそできる限り恩返しがしたいなっていう風に思っているんですよね。今少しずつでございますけども、みんなのおかげでチャンネルが成長しているわけじゃないですか。そしたらやはりそれと同時に拡散力ってのはどんどんついてくるわけでございますよ。で、僕が何をするべきなのか、やはりそこで恩返しをしていくっていうのがすごい大事だと思うんですよ。今僕のチャンネルにはワンピースをもともと知っていて大好きだっていう方が集まってくれたりとか、そしてワンピース全然知らないですよっていう方も集まってくれてるわけでございますよ。そしたらワンピース知らないですよって方にワンピースに興味を持ってもらうっていうね、そんな流れを組めたら僕はすごくいいなと思ってるんですよ。そして先々としてなんですけども、僕ってブラジル出身なんですよ。もう20年ぐらい日本にいるんで、もう中身日本人なんだけども、やはり僕にできることっていうのはブラジルと日本の橋渡しなんですよね。だからこそ母国の言葉を活かしてワンピースの良さっていうのをブラジルに思いっきり伝えていくみたいなね、それ同様に日本の良さっていうのをブラジルに伝えていく、それを僕はすごいやりたいなと思ってるんですよ。それに対してすでに僕は動いていて、来年は特に日本の良さ、そしてワンピースの良さだったりとかを全力で僕はブラジルに伝えていきたいなと思います。そもそも日本にこういう形でいさせていただいて、そしてワンピースっていう素晴らしい作品に出会ってね、ここまでたくさんのものをいただいてるわけでございますから、やはりそんな日本に対して僕は恩返しがしたいなっていうのはもうずっと前から考えていたんですよ。そしてみんなのおかげで最近チャンネルがね、思いっきり急成長してるわけじゃないですか。だからこそここのタイミングで、それこそもう来年それが実現できるわけでございますから、もう思いっきり日本の良さっていうのをここからブラジルに思いっきり伝えていこうかなと思います。はい、ということで続いてのコメントいきましょう。続いてはファンタジーさんからのコメントでございます。ジョンさんの考察バッチリ当たった時毎回鳥肌ですよ。ちなみに悔いの会の時もある意味鳥肌でした。おやかましいわ。いや俺もね、結構ねこれは鳥肌でした。
いや、ほんとね、最近ね、当たるやつはほんと当たるんすよ。ね、俺ほんとね、考察に対してマジでね、真剣にやってるから、こう当たった時ってすげえ嬉しいんだよ。で、外れた時もね、ワーオってなるんだけど、やっぱね、クイナ界はね、もう過去一でね、衝撃を受けましたね。おい、馬はねえだろうよ、みたいなさ。いや、ほんとこれは鳥肌でございますね。続いてのコメントいきましょう。続いてのコメントはアムさんからのコメントでございます。ジョンさん、あなたのワンピース熱にめちゃくちゃワンピースを見たくなってワンピース全巻買ってしまいました。ほんとにありがとう、マジありがとうございます。こういうコメントがね、ほんとに嬉しいんですよ。で、最近ね、ツイッターでも結構来るんですよ。ワンピース全巻買いましたよとか、ビブルカード買いましたよとか、マジでジョンさんに紹介してもらってよかったっすよとか、トレクルとかね、俺最近やってて、トレクルもジョンさんの影響で始めましたよ、これいいですか、これ当たりですかみたいな、ね、感じで来るんだけども、てかでもトレクルに関して何なんだろうね。みんなからねコメントするふうにいただいて、でみんなのねその当たりがねマジで激アツな当たりなんだよね。俺より全然いいの当ててんじゃんと思ってさ、なんかそれは複雑なんだけど、とにかくそういった形でやっぱね、こう自分がこう紹介をしてるね、このワンピースがどんどん広まってるって俺本当に嬉しいんですよ。もともとワンピースが好きだっていう人がさらに気に入ってくれたりとか、そういう風に集まってくれるってのはすごい嬉しいんですよ。やっぱね、こういった動画を出してるっていうのはすごいね、自分の中でも一番最初始める時にプレッシャーでかかったんですよ。僕自身ワンピースのファンだからこそ、こういった動画っていうのはもう超真面目にねこうやっていかないと、ファンっていうのは本当にね細かいところまで見てるわけでございますよ。僕も同様にね、だからこそ、あ、この人は普通にもうただ単にもうビジネスやってるだけだなみたいなね、全くもってワンピースを分からずにただ単に出してるだけだなっていうのは分かるんですよね。それがファンなんですよ。だからこそ僕はそうはなりたくないっていうか、もうワンピースファンだからこそこういった形で動画を出してるんですよっていうね。そしてこういった形でワンピースを知らない人にも、ワンピースをちょっと離れていたんだけども戻ってきましたよっていうようなね、そんなような形で広めれるっていうのが僕が今一番やりたいことなんですよね。これが最初にもお話ししましたように恩返しであるっていうね。そもそも僕の性格として自分が好きなものしか僕は絶対にみんなに紹介しないんですよ。そしてワンピースをここまで推してる理由でございますよ。マジで激アツだからこそなんだよね。ワンピースもしもね今離れている人、もしくはワンピースそんなに知らねえなっていう人いたらね、今戻ってきましょう。ワンの国マジ激アツですからね。ということで続いてのコメントいきましょう。続いてはヘンテコゲームプレイヤーズさんからのコメントでございます。すいません、ジャンプと単行本って内容違うのですかというコメントでございますけども、違います。というか感覚的にもすごく違います。もちろん描かれてる内容っていうのは一緒なんだけども、例えば単行本であれば SBS ってものがあるんだよね。みんなからの気になるような情報っていうのを小田先生が答えてくれるんですよね。それが単行本にはあったりとか、みんなが描いたような絵だったりとか見れるウソップギャラリーがあったりとかね。そしてこれまた大きなところとしては、ジャンプで描かれた内容が単行本になったらさらに色鮮やかになっていたりとか、もちろんカラーって意味じゃなくてね、そして綺麗にまた描かれているんですよね。そこだけでも全然違うんだけども、そしてこれがね僕の中で一番大きいなと思うところなんですけども、ジャンプはね僕ほんと早く読みたいなと思うんですよ。てかワンピースの内容を早く知りたいなと思うからこそ、一日でも早く見れるっていうのがジャンプである。ジャンプを見てれば常に最先端の情報が入ってくるわけでございますよ。だからこそ僕はジャンプを見る。そして単行本ではそれがまとまった情報が見れるわけでございますよ。あ、そういえばこうだったよねっていうのが改めて見れるっていうね。てか一番すごいのがワンピースにおいてはジャンプでやった内容が結構早くね単行本になるんですよ。これがまたね素晴らしいなと思うんですよね。ただ最近面白いのがジャンプの内容が単行本では綺麗になって見れるって話なんだけども、そもそもジャンプ特にワンピースに関してはまあすでに綺麗なんだけども、最近で言えばジャンププラスってものがあるんですよ。それで見るとね、すでにジャンププラスで見ても絵がめちゃくちゃ綺麗なんですよ。やっぱり紙にするわけでございますから、多少は元の色合いとかっていうのと変わってくるわけでございますよ。そしてその元の色合いで見れるのがジャンププラスな感じがするんだよね。ジャンププラスがめちゃくちゃ綺麗に見れる。ちなみにジャンププラスっていうものはジャンプの電子版ね、毎週それでジャンプが読めてしまう、だけど買いに行く必要がないっていうね、素晴らしいアプリなんですけども、これで見るとめちゃくちゃ綺麗なんですよ。ここだけでもジャンプの本誌との差は少しはあるんだけども、さらにそれが綺麗になってくるのが単行本なんだよね。激アツで
でしょ。だからこそ僕はジャンプも単行本も買っております。ということで続いてのコメントいきましょう。続いてはポノムさんからのコメントでございます。ふと思ったんだけど、シャボンディ諸島でレイリーと初めて会う時にレイリーと一緒にいた巨人はいつ助けに来るんだろう。この恩は必ず返す的なこと言ってたけどっていう話でございますけども、これ実はすでに裏で話動いているんだよね。シャボンディ諸島で助けられたあの巨人、実はですけども現在ハイルディンたちと一緒にいるんですよね。まさかの新挙兵海賊団と一緒にいるとなれば、現在新挙兵海賊団は麦わら傘下に入ってるわけでございますから、その恩返しのタイミングっていうのもめちゃくちゃ近いですよね。なのでこのコメントに関してはもうずっと先々の話ではなくて、わりかし近い将来起きうる話であると僕は考えております。ということで今回はこの辺で締めていきましょう。改めて本当にみんないつもありがとうございます。みんなには感謝しかないです。っていうかその感謝を僕はね常に返していきたいなと思います。先ほども話したようにワンピースに関してはずっと子供の頃からワクワクをいただいてるわけじゃないですか。そのワクワクに対してもう返していくっていうね。そしていつも遊びに来てくれてるみんなに対して、みんながいるからこそみんながツイッターで書いてくれたりとか、グッドボタンを毎回押してくれたりとか、そういった流れがあるからこそこうやってチャンネルが成長してるわけでございますよ。だからこそ僕は常に恩返しをしていきたいなと思います。そしてその恩返しの形としても、来年から僕は様々な形でみんなへの恩返しだったりとか、ワンピースに対してだけじゃなくてワンピースに関わってる全ての人に対して恩返しをしていくっていうような、僕ができる限りの最大の力でみんなへの恩返しをしていきたいなと思います。恩返しの年でございますね。そして日本とブラジルの橋渡しでございますよ。日本に対していさせていただいているっていう、この日本に対しての恩返しとして僕はそういった形でブラジルに日本を思いっきり広めていく、日本の文化であるアニメだったりとかを思いっきりブラジルに伝えていったりとかね、そういった形で僕は今後動いていきたいなと思っております。今年はみんなからたくさんパワーをいただきましたけども、来年は僕からそのパワーを思いっきり返していきたいなと思います。来年も最高の年にしていきましょう。ということで最後になりますけども、ぜひとも皆さんグッドボタンとチャンネル登録ボタン、そして通知ボタンをお忘れなく。この動画も目指せ2000いいねでいきましょう。そしてぜひとも私のツイッターフォローしてくれたら嬉しいです。その際にね、ジョンさんフォローしますよって一言言ってくれたら僕もフォロー返しますからね。 OK、 ツイッターの方でもがっつり絡みましょう。それでは最後になりますが、じゃんけんタイムいきましょう。最初はグー、インガザラシということでパーでした。また次回お会いしましょう。 See you next time!